こんにちは、中島健康庁中村一です。この番組は世界に飛び出したいけれどもちょっと勇気が出ない、そんなあなたの悩みや質問に答えていこう、そんな番組です。今日の質問はこちら。カンボジアに体育の授業ってありますか？佐賀県ミルキーさん14歳からの質問です。体育の授業ありますか？ありますか？ないです。ないんですよ。カンボジアもそうだし、ルワンダとかもそうなんだけど、まあみんなのイメージ通りなんだ。身体能力めっちゃ高いのよ。かけっこしても普通に抜いてくし、あとね、疲れない。カンボジアとか40度の中で前サッカーやったんだけど、俺たちもう1試合でヘトヘトなので、向こう3試合4試合普通にするのよ。だから身体能力は高いんだわ。だから体育って授業を体力作りとか日本でもマラソンとかやるでしょ、そのつもりで身体能力上げるためと考えたら、まあいらないんじゃんってなるんだよね。でも俺ね思うんだけど、体育の授業ってさ、体力つけるだけじゃないじゃん。日本の子は確かにもしかしたらさ、遊ばないから部屋の中でゲームばっかやってると体力なくなってってあるのね。だけどまあ日本の体育の授業って本当は実はそこだけじゃなくて、例えば気をつけとか前習いとかさやるじゃん。あとなんだ、みんなでスポーツやるのもそう、ちゃんとしたテクニックを学んだり協力を学んだり、それこそねルールを学ぶという大事な勉強が実は体育には入っているんだよね。ってことで僕たち実は体育の授業カンボジアでやってます。ミロコもやったよね。やってきました。何やった？大玉転がし。そう、大玉転がしやっちゃいましたよ。でも大玉って言っても、あの大玉、みんな想像するあの大玉ね、あれ飛行機詰めません。そこでですね、僕らなんとバランスボール作っちゃいました。ほら見て分かるよ、プシュプシュから始めたらできるからね。だからダイエットではなくて、僕たちはバランスボールを大玉転がしに使ってたりします。で、どうでした？子供だけじゃないんですよ、大人も喜んでる。これね、最初ね子供同士でやるんだけど、周りの親とかさ先生たちは珍しそうに見てんの、ね、子供じゃないからやりたくてしょうがないんだけど言えないんだよ。だからそれで俺ね、ちょっとこういう時は気を利かせて、はい、じゃあラストマッチ、ラストゲームはスチューデントとアダルト、ペアレンツだよってこうやって分けてあげる。で、大人 vs 子供の図を作ってあげる。そうするとほら見て分かるように、もう超盛り上がる。で、先生とか普通にさ、そんな初めてだから先生じゃないのよ、普通のど素人なわけで、転ぶのよ。で、そうするとまた子供たちはさらに盛り上がるんだよね。でもこういうスポーツを一緒にやることで、ほら大玉みんな転がすをルールにしてるから、持ちたいんだよ、持った方が早いじゃん。だけどそういうズルしたらダメだよって教えられるし、ほらルールを守ればもっと楽しくなるよってことが教えられるんだよね。だから体育の授業ってほんといろんな未知数のね、可能性を秘めてるって思って、むしろ身体能力の高い国だからこそそれを活かせる体育の授業、これ必要なんじゃないかなって、まあ、俺思ってみんなでやってたりするんだよね。だからミルキーさん14歳だったらまだまだ動けますよね。もしかしてゲームだらけで動けなくなってないですよね。そしたらぜひカンボジアで、まあ、別にこれはそうね、大玉転がしだけじゃなくて他に縄跳び、ああ縄跳びもいいね。ただ個人プレイになっちゃうとどうしてもできるできないから、俺縄跳びもやってんの。実はね、大縄跳びにしてるのよ、15メートルとかのね、みんなで飛ばすの。これね、できないんだよ、だってやったことないんだもん。だからみんな怖がるの最初ね。だけどあのね、日本の場合できない子、逆上がりできないっつっても本当に1ヶ月2ヶ月できないじゃん。カンボジアの子たちね、縄跳びで大縄できないけど10分あればできるんだよ。これが彼らのまあすごい出たところだよ。身体能力すごいからね。なんか縄跳び、そうね、大縄できるね。他に何かある？リレーとか。ああ、かけっこね。かけっこもただ走るはできるけど、それをリレーとか、俺たち運動会ってやって、徒競走の形にすると、すごい盛り上がったの。で、景品は、一等賞の景品はね、クエラムネ。で、クエラムネもほら、見たことない、ピューピューになるから、最初みんなさ、とか言って恥ずかしがってやんないんだけど、だそれじゃつまんねえから、はい、じゃあ用意ドンっつって。これさ、ゴールテープ切った時、最初さ、みんな、日本の子だったら一等賞はゴールテープ切っていくじゃん。向こうの子、切らないんだよ。知らないから。もうさ、飛ぶの。用意ドンって走って一等賞の子がゴールテープをぴょんっていくっていうね。
それ信じられないことが田んぼ上では起こります。まあ中にくぐる子もいるしねそう、それは俺たちは面白いんだけど、でもそれじゃダメだから、だから切って一等賞で切った人にはこの笛選ぶんだよって言うとめちゃくちゃ参加してくれるのね。いいんだよ、頑張った子にはご褒美あるよ。でそうなると今度はじゃあ一等賞の子にはあのほらおもちゃついてんじゃん、あのおもちゃ一等賞で、他の子は参加賞で笛選ぶに決める。こんな感じでね盛り上げながら、まあ、まさに体育の授業をしているんだよね。だからぜひミルキーさん一緒にカボチャで体育の授業やってみませんか。やりましょう、やりましょう。ということでこの質問は一件落着。またね。この番組ではみんなからの質問、相談、お悩みどんどん受け付けています。世界のこと、勉強のこと、恋愛のこと、何でも聞いちゃってください。宛先はこちら。君が誰かと深く深くつながり合ってくため、不意にこぼれる熱く優しい涙が